復元された水堀と改修された、本丸下段南面石垣本丸上段北面、石垣にある継目、向かって、左が細川市、右が黒田支部人の石垣、本丸の南西部にあった水門の後、中津城、中津川城場は、無前国中津にあった、日本の城、黒田義高が築城し、細川忠興が完成させた、大分県指定史跡。 江戸時代の大半は奥平家が居城としていた、巣尾灘に望む中津川河口の地に築城された、はしご角式の平城である。堀には海水が引き込まれているため、水木ともされ、今治城、高松城と並ぶ日本三大水城の一つに数えられる。本丸を中心として、北に二の丸、南に三の丸があり、全体ではほぼ直角三角形を成していたため、 戦警に例えて、大儀城とも呼ばれていた。矢倉の棟数は22基、門は8棟。草加前には、6箇所の孤高が開けられた。中津城は、当時の日には、朝日は、宇佐神宮の方角から上り、夕日は、彦山の方角に落ちる場所に築城されている。また、吉富町にある、八幡田小氷神社と小藻神社とを結ぶ、直線上に位置する。鬼門である北東には、 闇無浜神社がある。江戸時代の絵図には、天守は描かれておらず、中津城数には、中津川沿岸の本丸鉄門脇に、三重矢倉が描かれているのみである。しかし、黒田義隆の手紙には、天守に銭を積んで蓄えたとある。その後、玄名5年に1月5日、細川忠興書状に、小笠原忠真へ、中津城の天守を譲るとあり、当時忠真が築城中だった。 赤市城へ送られたが、実際の赤市城には、天守はなく、他の建物に転用されたと考えられる。また、文禄2年に亡くなった、小川信明の後を継いだ小川の字家へ、長政が発した3月3日付上に、天守の欄干が腐った旨の記述があるが、これが、中津城かその後の巨城福岡城を指すかは、不明である。中津城に残る黒田義孝が不審した石垣は、 天正16年に不審された現存する金星城郭の石垣としては九州最古のものである。本丸上段北面石垣は黒岳の石垣に細川家が石垣を継いだ境が見られる。また本丸南の堀と石垣は中津市によって修復、復元されている。ここにも黒田、細川時代の石垣改修の跡を見ることができる。戦場の急城下町には 今でも築城した黒田官兵衛にちなんだ姫路町や京町などの町名が残る川口川から2009年12月中旬昭和39年本丸上段の北東住屋蔵後に観光開発を目的に建てられた奥平正信が中心となって構想し小倉城や名古屋城などの天守外観の復興に携わった 東京工業大学教授の藤岡道夫が設計を手掛けた。鉄筋コンクリート構造で、外観は、萩城天守をモデルとして、外壁仕上げは、下見たわりを模し、外観5重内部5階構造で高さは23メートルある。模擬天守は、中津城として一般公開されており、奥平家歴代の当主の甲冑、奥平忠正が、徳川家康から配慮した。 白鳥賞の槍、長篠の戦いを描いた長篠合戦図を掛け軸、武田信玄から配慮した人羽織、徳川家康からの軍法事書きなど古文書類が展示されている。同時に、模擬天使南に暴露型の二重櫓も建てられているが、かつて、この場所には南東隅櫓があり、相当型で多門櫓を続き櫓として付属させている姿が映る古写真がある。 模擬店主等の定石の建築物は、奥平家子村の奥平正幸が代表取締役を務める中津官業が、また、上司の土地は隣接する奥平正幸が代表役員を務める奥平神社が、それぞれ所有していたが、年々維持費が入場料を上回り、赤字となっていることから、2007年7月、土地、建物を中津市か民間企業に売却する方針であることを、 明らかにした。中津官業は当初3億円の売却価格を中津市の希望通り1億5000万円に引き下げたが中津市が1億3900万円までしか出せないと譲らなかったため2010年7月に不動産会社を通じインターネット上で一般に売却することにした。2010年10月4日中津勘業は株主総会で模擬店主などの建物を 埼玉県で福祉事業を営む株式会社地下に売却することを報告し承認された。なお、売却されるのは建物だけで土地や展示物は有料で対応される。中津城は従来通り観光施設として一般公開されている。中津城は上記の通り水木であり日本産大水城の一つである。柴田隆治氏の会場の立地による分類では 川口型になる。豊臣市政権時代から徳川市政権初期段階において九州地方に入部した大名は会場を居城としていることが多い。豊臣政権時代に武前国に入部した黒田氏が中津城を築城した。徳川市政権初期段階には細川氏が入場したが、細川氏はこれまた海城である武前小倉城を同時使用している。 細川氏がそれ以前に居城としていた単語宮津城も海城であり、細川氏の会場に対する執着が伺える、模擬店主入館料金入館料無料の物買い時間休館日、所在地その他、中津藩出身で慶応義塾大学を創設した福沢諭吉にちなみ、中津市の高等学校から慶応義塾大学に進学した方には、奨学金が付与される。ありがとうございます。